はい、こんばんは。スタジオリバーサイド横杉大将竹下です。おはようございます。6月1日土曜日、大人クラブの時間でございます。〇〇が好きで何が悪いシリーズ。今日はですね、はい。定規が好きで何が悪い。ちょっと見えないかな。定規。はい。定規なんですね。やたら使うんです、定規。これですね、タブフと呼ばれるものなんですが、はい、要するに普通の、五線紙だと、にはこうおたまじゃくしを書くわけですね、ところがタブフというのは5、6本線を書いて、そこに何フレットを押さえてください、何弦の何フレットを押さえてくださいって指示をするんですね。で、そのためにですね、タブ譜作ってきました。はい。はい。タブ譜の方がいいっていう生徒さんと、タブ譜よりも、いわゆるその、コード譜みたいなね。はい。ちなみにこれは私とコンビを組んでいる加納さんが作られた譜面ですが、こうなんですよね。ざっくりコード進行だけ書いてあるんです、非常に見やすい、はい、これさすがこれメアトワークのダウンアンダーって曲なんですけど、まあさすがね見やすいんですよ。すごく見やすい、はい。でちなみに私が書く譜面はですね、見にくい。見にくいっていうのは汚いって意味じゃなくて、コードの部分が小さくて、見にくい。これを改善するべくですね、いろいろと試してるんですが、今回ね、タブフを買う、タブフってなんか売ってるらしいんですけど、市販のね、もったいないんで、愛用日23、10段の五線紙に1本線を足して定規でね。で、このタブフ作りました、今回。はい。ご要望が多かったんで。ただ、あんまりタブフで学ぶべきではないです。はい。なぜかというとですね、タブフで覚えてもあんま意味ないんですよね。なんていうのかな。譜面渡されるときにタブフで渡されるってことないんですよ。ざっくりコード進行だとテンポが書いてあったり、あとは、まあ、いわゆる、譜面ね、おたまじゃくしが書いてあるもので渡されるかのどれかであって、プロの現場でタブ譜で渡されるっていう話は僕は聞いたことがないです。ただある、そういうことあるのかもしれないですけど、僕は経験がないです。はい。タブ譜でこう弾いてくださいなんていうふうに言われたことはないですね。はい。ただ譜面の中に、コード進行、コード進行、ダンス、ダンスって書いてあって、え?って思ったことはありますね。はい。はい。で、定規が好きなんです、はい。定規にこだわるんですね。ちなみにこっち側ですね、僕が使っている定規はステンレスが貼ってあって、こう線を引いた時に、ピーって綺麗に引けるんですが、これちょっと一つ難点がありまして、こっち方向、曲げ方向に割と硬いんですね。なので、平らな、例えばこういうね、樹脂製の上で書くと線が曲がっちゃうんですよね、なので結構こうね、下を平らにしてこう引いてます。はい、はい。でなかなかね、こういうのって忙しくなっちゃうとできないんで、今日6本線の入ったね、タブ譜の元になるものを作って、で、コピーして作ってきました。はい。はい。
割と要望には応えるタイプです、はい、で幸いなことにね、今私のもとに、通乗ってくれるね生徒さんね、非常に練習熱心なんですね。いやーよく練習してきたなーと思うんですね、毎回ね。やっぱりね、教える側としては一生懸命これを弾いとけば将来役に立つよとか、これからやろうとしてることが役に立つよっていうのをまあ、お教えするわけじゃないですか。で、その時は意味わかんないと思うんですね。なんでこれやるのかなっていう。ただその次、まあ、私の生徒さんの私の場合だと、DTM できますが、シアミュージック優秀なのは、それぞれの分野のスペシャリストが揃ってるんですね。で、私、ベースも弾けますが、シアミュージックのでベースを教えてらっしゃるベーシストの方、素晴らしいです。尊敬できる、音楽的に人間的に、そしてボーカルも素晴らしいです。でピアノ素晴らしいです。でドラマの方も素晴らしいです。ベースの講師の方も素晴らしいし、ギタリストさんもみんな素晴らしいです。その中でね、多分ね、いろんな教室で先生同士の角質とかね、足の引っ張り合いとかってあると思うんですよ。私そういうところに鈍感なんで、あまり今までそういうことに気づかずに行きましたけどね。なんか言われたことあるんですよね、違う学校で。竹下さんが偉そうにしてるんでみたいなこと言われて、で実際にその先生にお詫びに行ったら、いやそんなこと言ってないですよ僕って言われて、だって昨日もLINE で話したじゃないですかって。そうですよねって言って、まあなんて言うんですかね、人と人が仲良くしてると羨ましがってそういうことする人っているんですよ ね。特に悪気はないと思うんですけど、ただ今私がね在籍してるシアミュージックで、ね、本当に講師同士のコミュニケーション、これはすごくよくできてるんですね。で、私はあくまでギタリストであって、今最新の DTM に精通してるかっていうと、そうは言えないです。はい、私より DTM 専門でやってる先生の方に習った方がもう間違いなくいいです。で、ベースは私も弾けますが、シアミュージックのベースの先生は素晴らしいです。ので、私はもうあくまで、ギターを教えることに特化してます。はい。そして、私のもとにあんまり女性の生徒さんは、残らないです。はい。理由はいくつかあると思うんですけど、一つにはですね、理屈っぽいからかな。で、あんまり、今時の教え方をしないからですね。今時の教え方っていうのは、スマートフォンとかで、いわゆるコード進行とかをね、見ながら、あ、こういうコードですよとかって教えるんですけど、まあそれがね、一般的な正しい方法なんだと思うんですけど、私はそういうふうに教えないです。ギターってね、誰でも弾ける簡単な楽器なんですよ。誰でも弾けるんです。ジャッてやれば音ができる。ただ、うまく弾くっていうよりね、人の心を揺さぶるような音を出すには、これ長い時間がかかるんですよ。ただパラ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 早く弾くんだったら、割と練習したらすぐできるようになるんです。ただ、一音一音は大切にね、美しく奏でようと思うと、これやっぱり時間がかかりますね。弦の振動、こういうね、弦の振動をいかにコントロールしていくか、これすごく重要なことで、
残ってくれてるね、あの私を慕ってくれてる生徒さん本当にあの努力家だなと思いますし、あのできるようになるまで頑張るんですよね。その姿を見てるとすごく嬉しくて、あ心配したんですけどね、やりすぎちゃってこう手を痛めると痛めないかなと思うんですけど、でもあの怒ってくれてるね生徒さん、あのすごく頑張ってくれてて嬉しいんですよね。であの正直な話言って、これ以上生徒さんを増やしたくはないですね。はい、あのどうしてもね増えちゃうと一人一人に対しての、使える時間ね、あとはその、その人が、将来こういうことを目指してるだろうなっていうことをね、お話を聞かせていただいて、でそれにはじゃあこういうことを練習していきましょうっていう、その一人当たりにかける時間、これが薄くなってしまうので、私はそんなに、生徒さんを、たくさん持ちたいと思ってないです。はい、そしてその私はその教えることがあんまりうまいかっていうとうまくないんですね。はい、私はもう本当に子供の頃から弾いていたので、正直言って初心者の時のことって全然覚えてないんですね。もう物心ついた時にギターを弾いていたので、どう教えていいのか本当に、いつも悩んでます。はい、そしてあくまでプレイヤーなので、ギターを弾くことが仕事なので、あまり教えることに時間を割いてしまうとね、自分の時間がなくなってしまうので、これ以上生徒さんを増やすつもりはないです。はい、ということでね、話が戻りますが、今日の大人クラブは定規が好きで何が悪いです。はい、結構定規にこだわりますね。でこう五線紙にねこう書いてくるんで、こう減るんですよね、ここがね。でこっちのこの減り具合とこれをこう研ぐんですけどね、こうね、あんまり定規研がれる方っていないと思うんですけど、こうペーパーとかでこう研ぐんですよね。でこう平らな上でこうやってポンと置いて、ちゃんと定規が平らになってるか確認します。はい、それぐらい細かいです。はい、大雑把そうに見えるでしょ、ペン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 、もう細かいんですよ。というわけで今日のお話は、定規が好きで何が悪いでした。皆さんにもこだわりの品あると思うんですけどね。それではスタジオリバーサイドからギタリストの竹下敦をお送りいたしました。皆さんおやすみなさい。寝ないけどね、まだ。